はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビシです。それでは対抗1周年5秀吉でのプレイですね、続きをお届けしていきたいと思っています。で、前回までにですね、信長は岐阜城へと移って天下布武を、唱えたというところとですね、あとは伊勢志摩への侵攻、これは来るべき上洛に備えてというところですね。そして最後に、足利将軍家将軍義輝暗殺のイベントを見ていただきました。で、この後はですね、一応流れの説明をしておくと、おそらく明智光秀がやってきて、その後義昭を奉じて上洛という流れになると思いますので、そこまでね、なんとか見ていければいいかなと思っています。では早速見ていきたいと思いますが、まずは兵糧購入しに行っちゃいますか。兵糧はね、やっぱり井の口の町がいいんですよね。ただ井の口の町は岐阜城に、岐阜の町かな、名前を変えてますので、岐阜の町に行き、米を3000貫分買いましょう。うん、違う、3000貫もらって8000石買ってこいって無茶振りされてるんで、4000石も買えばむしろ損するぐらいかな、ちょうどいいぐらいですよね。じゃあこれで交渉をして、多少安くした上で、なんとか許してもらいましょう、信長に。でね、こっからなんですよね。どうしてもね、やっぱり弓の能力を上げておきたいので、岐阜城に戻って、まずは城に登って信長に、あ、1600貫も没収された。没収されちゃいましたけど、さあここでまた忍者から報告が上がってきてますね。亡くなられた義輝様の弟君、義昭様が朝倉義景殿を頼って一条団に向かわれたと。で、この後、朝倉と織田信長はね、かなり仲が悪くなるんですが、それはまだ先の話になりそうですね。今は何はともあれ、半兵衛の元に行って弓を教えてもらいましょう。軍学もね、教えてもらいたいんだけど、あ、弓今教えてもらえないんだ。じゃあ軍学にしましょう。20日間も必要？結構必要だね。内容説明を受けましょう。軍を率いるには全体を見渡す力が肝要でございます。軍学の修行とは全体を見る修行だと。なるほど。任意の札が並んでいます。色がついて数字がありますよね。条件は2枚の札が横または縦に並んでいる場合、または札のないところを直線で二曲がり以内につなげられる場合でございますと。どういうことだろう、ちょっとやってみないとわからないな。まず任意の札を選択し、次にそれと同じ絵札の絵柄の札を選択すると。消えた札の上部部分はその分落ちます。その上で条件の組み合わせを見つけて全ての札を消してください。ちょっとやってみましょう。やってみないとわからない。どうすればいいんだ、これを、あれ、どういうこと、これとこれ、ああこういうこと、まずこういうことだよね。なるほど、こういう感じでどんどん消していけばいいと。っていうことは、上からやっていけばいいというわけではないんだな。はあ、ははあ、しかも時間制限が結構シビアにあると。そうすると、あとは、色も合ってなきゃいけないの。これ無理なんじゃない、もしかして。他ある?揃ってるところないよね。ここダメだもんね。何?積んだか、これは。早くも。あと50秒あるけど。どうしようもないね。こういうことか。こういうのをちゃんと考えておかないといけないってことだよね。積んだ。これは積みましたね。どうすることもできない。これ無理だもんね。あ、こういうのは選べるんだ。へえ。いや、それ聞いてなかった。
今のだとこういうのはいける、いけないんだ。え、どういうこと？これはいける？いけるね。で、これもいけちゃうって？そうだね。で、これもいけると。おう。なるほど。うわー、これもうちょっと早く気づいてなかったなー。そしたら、ちょっと変わってたような気もするけど。あとそうだな。ここまでか。これ結構面白いですね。ちょっともう一回やりたいけど。用心棒。用心棒何もしないまま去ってったな。城に途上して、何もないよね。だったら、一度城を出て、岐阜の町に行ってから、再び、戻りましょう。何もないか。だったら、やっぱね、半兵衛さんですよ、半兵衛さん。半兵衛さんのところに行って、技能指示を受けましょう。ここは軍学だな。ちょっとね、さっき、やり方はやっと分かりましたからね。ここはしっかりやっていきましょう。全消ししたいで、したいですからね。で、まあ、最初はね、結構適当に消してってもなんとかなるんじゃないか説があるんですが、早速行き詰まった。どうしよう。こんなところで行き詰まりたくない。どうするどうする。縦もダメ。どっかない？どっかない？どっかないか。厳しいね、これ。そうすると、適当に消しすぎたかな。もうちょっと考えた方が良かったんだろうか。縦も無理だし、ここだな。なに？ここはダメ？縦はダメなんだっけ？横だけ？嘘。マジか。これ、すごいしょぼい結果になっちゃうけど。なんかあります？こういう時ね、ライブ中継だとね、教えてもらえたりするんですけど、どうだろう。ここだ。え、これダメなの？やばい。本当に何も思いつかない。ここだ。これもダメ？え、何？なんか違う？さっきと。ここだ。とはいえ、ここ、何の意味もないね。あ、これはいいんだ。よくわかんないなぁ。終わっちゃう。終わっちゃうよー。これはダメだよね。うわぁ、もったいない。全然ダメだな。ただ、伏兵は手に入れたか。潮兵下は足軽。これで、いっぱい使っちゃったなぁ。お、ここで光秀がやってきましたね。じゃあ光秀の謁見の様子をちょっと聞きましょう。朝倉義景の家臣として仕えていた、まあ実質義明のね家臣としての位置づけだったんだと思いますが、光秀かっこいいな。お初にお目にかかりますというところですね。そうですね。信長は見抜いてますね。大方朝倉家の下というのは嘘で、義景の居候になっている義明殿の下であろう。違うか。義明様のお使いとして参りましたということになってますね。で、義明殿の要件は何じゃということですね。これは、要するに上洛してくれということだということですね。これで、信長もいよいよ大義名分を得て上洛するという感じになりそうですね。それから貴殿のことじゃが、大事な客人を逃す手引きをしたとあっては朝倉家には居づらくなろう。拙者が召し抱えて使わすということで、これはこの20年後ね、ちょうど20年後になりますか。1582年6月、本能寺の変を起こす光秀をここで召し抱えるというところですね。よし、これで光秀も加わったというとこだな。で、光秀が加わると今度は信長が上洛するっていう形になると思うので、一旦岐阜城からまた出ましょう。出て町に入り、酒場で用心棒を雇いましょう。
とね、用心棒は常にいないと不安でしかないんですよね。で、出た。こっからですが、岐阜城に入り、武家宅で、例によって、軍学なり、弓術なりを、ちょっとね、またかいっていう話なんですけど、ちょっと勉強させてください。と思ったら今回は無理か。だったら、ちょっとお城に行く前に自宅に帰って、休養しましょう。これだけ休めば、多少なりとも元気になるでしょう。で、表情まであと9日か。中途半端だな。一回ちょっとお城に行ってみますか。城に行くけどきっと何もないんで、出て、で、自宅に行って表情を重ねますか。表情まで、ちょっとまたお眠に入りましょう。で、5日以内に来てねと言われてるので、こっから行きましょう。お、庭長秀がアッパレになってる。庭長秀は築城名人ですからね。安土城の築城の総奉行にもなりましたしね。さあ、今度は伊勢志摩攻略のための軍備を行いたいということですね。何も言わないでいいでしょう。で、今回は修行がいいかな。修行といってもね、もうやることは決まってるんですよ。半兵衛のところに行って軍学を学びましょう。今度こそしっかりやりたい。で、そう考えると、多分ね、横はバランスよく消していった方が多分いいんですよね。なんか、何かだけバンバン消していっちゃうと、きっと、横の線が揃いづらくなって、やりづらくなるんじゃないかなと思うので、ここら辺の仕組みがいまいちよくわかんないんだよな。横が消せるときと消せないときってあるじゃないですか。今消せない状態ですよね。これダメだもんね。これもダメ。まあ、これももちろんダメだよね。これもダメ。これもダメ。これもダメ。また行き詰まった。また行き詰まっちゃったけど、上が乗ってるときっとダメなんですよね。ちゃんと説明をもう一度読めって話なんですけど。まずいな。またここで、だいぶ浪費してるけど、大丈夫か？もったいないことになる。どうしよう。何もできない。ここダメだもんね。お、これはいける？今のがいけるのがよくわからないんだよな。今のがいけちゃう理由がよくわかんないけど、ただ、まだこれでも全然不足してる。ここまでか。なんとかもう一個行きたいけど。あと5秒。どうしよう。無理か。どうする？ダメだ。これ結構難しいな。この軍学結構難しいですね。そしたら、また移動して、戻り、再び軍学。今度こそ軍学、ちゃんと決着つけたいな。なんか半兵衛も何回こいつ来るんだよってなりそうですけどね。さあ、軍学を教えてくれ。で、他の人たちともちょっと仲良くなっとかないと、今後がやりづらくてしょうがなくなりそうですね。早速行き詰まってる？
そうすると、この辺はランダムなんですかね。な、2個下がっちゃうのか。1個だけ下げたかったんだけど、今のところが、こう、飛ばして消せる理由がよくわからないんだよな。今になっても。ちょっと次説明書とか説明もう一回読んだ方がいいですね、ちゃんと。今みたいな失態を何度もね、皆さんにもうすでにお見せしてますけど。いい加減愛想つかされちゃいますよね。ルールがよくわからない。なんか説明書、今すぐ見たいな。これ消せないよね。ここも消せないでしょ？これも当然色が違うからダメ。となると、ここは消せると。で、ここが消せて、ここも消せる？消せるね。そうすると、どこが変わったかというと、ここも消せんじゃない？消せるね。で、ここが消せて、ここまでか。なんか他消せる？ここはダメだよね、さすがに。そうだよね。となると、ここは？ここもダメ。ここなんて、あ、ここいける？え？そこがいける理由が本当にわからない。なんでいけちゃうの？ここはダメでしょ？いけるんだ。どういうこと？ちょっと説明を後でもう一回見ましょう。で、兵補充。未配備の兵士がいれば兵を補充することができる。ただし、兵科を構成するための物資が不足している場合は補充ができません。ということになってますね。では、さらにやっていきましょう。で、だいぶ使いましたので、これさすがに用心棒を雇う意味なかったな。自宅に行って、体力をじゃあ回復しましょう。何にもしてないな、今回。用心棒を雇う意味本当なかった。で、この後はですね、一応予定では上洛するはずなんですが、どうだろう、京都の街とか行ってみる？一回。三好家になってるよね、まだ。ここで山賊とかになったら最悪だな。なので、結局、ここで用心棒を雇いましょう。さっきの用心棒何だったんだって話ですけどね。誰かいる。亀太郎がいるな。亀太郎にじゃあお酒をおごってあげましょう。何者なんでしょうね、亀太郎。で、亀太郎におごって、京都から岐阜までどうだろう。当時ってどれくらいかかったんでしょうね。この中では、まあ、約1日ぐらいで行っちゃってますけどね。よし、これで署名も達成したので、一回また例によって岐阜の町にふらりと寄って、で岐阜城に入り直しましょう。で、自宅でちょっと一晩ぐらい寝てみますか。で、そうするとこの先のイベントの予定では二条城が支配下に入るはずなんですが、ちょっとまだそのフェーズにはなってないかな。特段何かこっちでできるというところもなさそうなんですよね。お、平手正秀がいたので仲良くなりましょう。で、あとやっぱ太田牛一ですよね。弓術を学びたいので牛一ちゃんのところに行きましょう。新潮後期を書いた、まあ信長の側近だった武将ですよね。信長の野望創造で、新約新潮後期っていうねコンセプトで太田牛一でのプレイをしたことがありますので、もしね興味のある方いらっしゃれば、そちらの動画の方もね見ていただければ嬉しいなと思いますが、まあ、ここは無難に酒でも送りましょう。
あまり喜んでもらえなかった。そうするとこれでいいかな。あとはそうだな、柴田勝家とも仲良くなっておきたいですよね。贈り物価値3以上、そうだな、具足でも送りますか。やった、とても喜んでくれた。技能指示、おお、弓術とか教えてくれる。よし、勝家がこれで教えてくれる人になったんでだいぶはかどりそうですね。よかったよかった。ではこの後は一度表情まで進めましょう。なかなか岐阜じゃない、二条城の攻略戦に入らないですね。もう一応イベントでは二条御所が手に入る三段になってるはずなんですが、明智光秀早くも上出来になってますね。成果がさすがだな。お、今回はよし、秀吉が2500で参戦するぞ。これはいいね。しっかりと戦果を上げていきましょう。勝家が大将か。ところなので、まあ、普通に攻めていけば勝てそうな感じですね。本丸に攻略も移ってます。で、一番こうはよし、秀吉だな。お、策士を手に入れましたね。合戦系の称号、統率がプラス3になるんだ。これは嬉しいなぁ。秀吉あんまり強くないんで、こういうのが揃ってくるととてもとてもありがたいですね。この辺の札をね、チャカ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 集めていきましょう。で、廃山兵が城下で略奪をしていると、まあここはね、今後復興で頑張ればいいでしょう。というところで今回は、合戦をプレイしましたが、もうちょっとだけ先に進めていきましょうか。二条城がね、もうすぐ支配下に入ってくるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとそこがまだまだ出てこないので、今回は大好きな弓術の指南を受けましょう。またこっから、うわ！またこっからやり直しっていうのはあるんですけどね。2個ね。これ、だ！どういう風にやるのがいいのかって話ですよね。15発やって、1本だけか。1本だけか。1本ずつな感じになっちゃいますね、やっぱり。そうするとちょっと弱めにして山なりにいかないね。よし、これで突破したぞ。これでもう1本いければ、よし、初めてじゃない、ここまで来たの。うわー、もうちょっと低めでもよかったか。そしたらパパパパパーンと全部いけたかもしれないですね。経験値が増えただけ？残念。
城外に出ると、お、旅の途中で毛利家についてこんな噂を聞きましたよということで、旅人がいきなり毛利家の重要情報を持ってきてくれたのかな、これは。毛利元成の次男元春殿は吉川家、三男高景殿は小早川家へ養子に出されましたが、長男の高本殿も含め、兄弟仲はあまりよろしくないようで、元成殿の頭痛の種だったとか、これ三本の矢の話ですね。一本ならすぐ折れる矢も、三本やればなかなか折れないよねっていうやつですよね。毛利元成は三人の息子を呼び寄せた。一本ではたやすく折れる矢も、三本束ねれば容易に折れぬことから、兄弟三人が協力し合うことを教えたのであるということですね。どうしようかな、このままもう一回勝家に教えてもらおうかな。そしたらこのまま行くと二条御所のこう支配権を収めるっていうのがもうちょっと先になってしまうのかなって気もしますが、今ね、サミダレイヤが欲しいんですよ、どうあっても。サミダレイヤはね、欲しいですよね。うん、強かったが、うん、惜しいね。これでこれはどうなんだろう、3、2本か。これでもう1本上に放てば取れるでしょうと。うん、ちょっと強かったか、もうちょっと弱い感じ、こんな感じか。ここで何本射止められるかですよね。これを仕留めたい。どうだ？ OK。まずまず、これでもまずまずか。結構シビアですね。弓矢の経験が増えただけ？おー、しかも病気になったか。そしたら、自宅に戻り、ねね様に、癒してもらおうと思ったけど、コロクがやってきて茶を振る舞ってくれるなら茶を飲みましょう。また橋姫だ。橋姫みんな好きだな。じゃあ、表情まで寝ましょう。全然体力回復してないけど。顔色が、それ病気ですからね、顔色が悪いようですよって、ねねに言われましたけど。さあ、伊勢志摩攻略を果たすためにということですね。そうだな、修行にしましょう。ここはで自宅に行ってちょっと休養しましょう。体力回復をしないと。お、健康が回復したね。そしたらここでもう寝ていられないぞということで外に出ましょう。で武家宅に行って勝家のところで修行しましょう。また修行かということでね、皆さんに修行ばっかりお見せしてて申し訳ないんですが、ここはねもう修行大好きなんで。うんうんうん、これはこれはしょうもない結果を皆さんにお見せする形になるぞ。だいぶ使っちゃいましたね矢を。で、ギャッ。ちょっと今回は微妙かな。ただサミダレ打ちやっと手に入れた。これが欲しかったんですよ。なので OK ですね。バンバン剤ですね。サミダレ打ちを手に入れたぞ、やっと。そしたら早速信長様のところに行って OK ですね。はい、というところで時間がいい感じになりましたので、今回はこれで終わりにしてですね、ちょっとその
二条城を支配下に収める、いわゆる上洛ですね、までお届けできなかったんですが、次回なんとかね上洛のところをお見せできるように頑張っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。